いい感じになってきてますね、牛に。そしたら7段目です。鎖編み1回で立ち上がって、根元から7回細編みを編みます。で、7目目の最後の引き抜きで色をチェンジします。1、2、3、4、5、6、7の最後で、ピンク持ってきます。また新たにピンクです。はい、ちょっと糸長めに取っておきます。で、こんな感じで持ったら引き抜いて、で、次の目から6回細編みをピンクで編んでいきます。1、2、3、4、5、6、ここで糸を戻します。途中で糸を戻します。で、ここ3目ずつ入れてるので、前の段で結構目がちっちゃいので気をつけて編んでください。で、残りの20目細編みを編んでいきます。白で編みます。最初の細編みの頭に引き抜いて、7段目ができました。はい、続いて8段目です。鎖編み1回で立ち上がったら、まず根元から6目細編みを編みます。で、6目目の最後の引き抜きで色をチェンジします。1、2、3、4、5、6、はい、ここで糸を持ってきます。そしたらピンクで8目編みます。8目目の最後で糸を戻します。1、2、3、4、5、6、7、最後8の最後は白。そして残りの19目細編みを編みます。12、13、14、15、16、17、18、19、そして最初の細編みの頭に引き抜く。
続いて9段目です。鎖編み1回で立ち上がって根元から白で7目編みます。7回目の最後の引き抜きで色をチェンジします。1 2 3 4 5 6 7の最後の引き抜きでチェンジ。でまず2回、1つずつ細編みを編みます。次の目にまず1個ピンクで編んで、また次の目に編んで、そしたら減らし目をします。減らし目、そして次の目に細編みを1回です。そしたら次で減らし目です。でこの最後の引き抜きで糸をチェンジします。減らし目の最後の引き抜きで白色を持ってきて引き抜く。続いて1減らし目、これを5回繰り返します。次の目にまず1、そして減らし目、減らし目、2回目の1、減らし目、3回目の1、減らし目、4回目の1、減らし目、で5回目の1、減らし目。はい、そしたら残り4目細編みを編んでいきます。1 2 3 4、そしたら最初の細編みの頭に引き抜きます。はい、9段目ができました。はい、続いて10段目です。鎖編み1回で立ち上がって根元に細編みを1回、次の目にも細編みを1回、そして次の目とその次の目で減らし目、そしたら次の目で細編みを1回、また次の目で細編みを1回で、次と次で減らし目をするんですが、ここの2目目、次のところで糸をチェンジします。どうやるかというと、白を持ってきて、ここで糸をチェンジして、ピンクを、次の目にかぎ針を入れて、ピンクを持ってくる。はい、こういう状態です。これを一遍に引き抜きます。そしたら次の目とまた次の目で一つずつ細編みです。1個2個、そしたら次と次で減らし目をして最後の引き抜きで色を変えます。減らし目で、ここで糸を戻します。そしたら一つずつ細編みを 1,2,3 目編みます。ここですね、減らし目なんで、ここで、ここが次の目です。1 2 3
したら次減らし目をします。1、2、そして細編みを、2回1個ずつ入れます。1個、2個、そしたら減らし目です。減らし目、そしたらまた細編みを1個ずつ2回です。1、2、そして減らし目です。そしたら最後の目、細編みを1回です。そして最初の細編みの頭に引き抜きます。はい、10段目ができました。10段目が終わって11段目に入る前に、このピンクの糸を、こっちでやった時のように切って、軽く結んで切っちゃいますね。こういう感じ、この最初の糸とこっちの糸で結びます。軽く引っ張って、で肩結び、そしたら短く切ります。これ結構動画なんでピンクの、ね、薄い色なんですけど、こういう濃い色だとこの糸端のがこういう風にこの辺にくっつくだけでもこの編み目から見えちゃったりするので短く切ります。続いて11段目、11段目と12段目では色はずっと白のまま編んでいきます。鎖編み1回で立ち上がって、根元に細編みを1回編みます。そしたら次の目から減らし目1、これを3回編みます。減らし目、そして1、細編みを1回、2回目の減らし目、細編みを1回、3回目の減らし目1、はい、そしたら次細編みを1回編みます。そしたらここからまた減らし目1を3回編みます。減らし目1、減らし目1、最後減らし目1、そして最初の細編みの頭に引き抜きます。これで顔の部分、11段目までが顔になります。続いて12段目です。鎖編み1回で立ち上がって根元に細編みを1回です。そしたら、増し目1、これを3回繰り返します。2、1を3回繰り返します。1、次の目に1、2回目5、2個、そして1、3回目、1、2、そして次の目に1、これで3回できました。そしたら細編みを1回編みます。そしてまた2、1を3回です。1、2、
1、2、次の目に1、最後1回、2回、次の目に1個、はい、そしたら最初の細編みの頭に引き抜いて12段目ができました、はい、これはちょっとふにゃふにゃになってても最後に綿を入れるので大丈夫です。はい、続いて13段目に入ります。13段目ではこの新しい色をチェンジが出てきます。鎖編み1回で立ち上がって根元にまず1個白で1個編むんですが、最後の引き抜きでいきなり糸をチェンジします。根元に細編み、そしてここで引き抜く前に色の糸を持ってきます。そしたら次の目にこのピンクで4目編みます。4目目の最後の引き抜きで白に戻します。1、2、3、4目目の最後で白に戻します。軽く引っ張って、そして、次の3目細編みを1つずつ編みます。1、2、3、はい、ここまで来たらちょっと糸を引っ張ってかぎ針を取ります。でこの段からは2箇所でこのピンクを入れていくので、最初のここでこのピンクを一旦切ります。ですがこの糸をずっと続けて、これは17段目まで模様を入れていくので長く糸を取ります。で7色彩色でこう私が編んだ場合160センチぐらいでちょうど良かったので、まあ、念のため、まあ、170とか180センチぐらい長いんですけどちょっと取っちゃいます。ちょっと測って切ります。その長さで切ります。まあ、不安な場合は2メートルぐらい取った方がいいかもしれないです。メジャーで適当にビーッと、まあ、2メートル取っとこうかな。ここで折り返し、1メートルで折り返して、よいしょー、よいしょー、ちょっと長めですが、はい、切りました。そしてこちらの糸ぐるぐると巻いておきます。そしたら糸を戻して、かぎ針を戻して、で手を編んでいきます。次の目の手はですね、長々編み2目の玉編みをします。どうするかというと、かぎ針に糸を1回2回して目に入れます。そして糸を持ってきます。こんな感じで4目かかってますね。4本、左側2目だけをまず引き抜く、そしてまたもう1回2目だけを引き抜きます、はい、こんな感じで、もう1回かぎ針に糸をかけます。2回かけます、はい、で同じ目に入れます。そして持ってくる、左側2本を引き抜きます。さらに引き抜きます。
で、この今かかっている3本をいっぺんに引き抜きます。そしたら次の目に細編みを1回、こういうふうに潰れますね、ぷにょっと細編み。そしたら、2を4回編みます。2を4回編んで最後の引き抜きで糸を、ピンクにします。1回2回、で2目目の1回2回、3目目の1回2回、4目目の1回2回の最後の引き抜きで、こっちの毛糸玉の方から持ってきます。そして引き抜いて2を2回です。次の目に細編みを2回、そして次の目に 2目入れるんですが、最後の引き抜きで糸を戻します。同じ目に1個、2個目のここ引き抜きで糸を持ってきます、はい、そしたら次の目に1個細編みを編んで、次の目で手を同じように編みます。長々編み2目の玉編みです。1回2回かけて次の目にかぎ針を入れて持ってくる。左側2本だけを引き抜いて、もう1回2本引き抜いて、そしてもう一度2回かけます。で、同じところにかぎ針を入れて持ってきて、左側2本を引き抜きます。もう1回2本引き抜いて、この3本をいっぺんに引き抜く。そして残りの2目、1目ずつ細編みを編みます。はい、そして最初の細編みの頭に引き抜きます。はい、続いて14段目です。鎖編み1回で立ち上がったら根元に白で1目編みます。で、最後の引き抜きで糸をピンクにします。ここまで持ってきたらいきなり糸を変えますね。で、これはここの糸です。このちっちゃくさっき2メートルで切ったところです。方の糸を持ってきて、ここからつながってますね。引き抜いてピンクで5目編みます。5目目の最後で糸を戻します。1、2、3、4、5目目の最後の引き抜きで白に戻します。そしたら次白で11目編みます。11目目の最後の引き抜きで糸をチェンジします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、ここですね。そして糸を間違えないように、これですね、
ここから出てる糸です。を引き抜きます。そしたらピンクで5目編みます。5目目の最後で糸をチェンジします。1 2 3 4 5、5目目の最後で白を持ってきます。そしたら残りの4目細編みを編みます。ここちっちゃくなっている可能性があるので気をつけて、4目です。1 2 3 4、そして引き抜く。はい、14段目ができました。続いて15段目です。鎖編み1回で立ち上がったら根元に細編みを1回、最後の引き抜きで糸を戻します。チェンジします。これですね、この子、ここから出ている糸を持ってきて引き抜く。そしたら5回ピンクで編みます。5回目の最後の引き抜きで白に戻します。1 2 3 4、はい、5目目の引き抜き、こうですね。そしたら白で12目編みます。12目目の最後で、糸をチェンジします。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12の最後で、これですね、ここから出ている方のピンクで引き抜きます。そしたらピンクで4目細編みを編みます。1 2 3、ここの4目目で糸チェンジです。で残り4目細編みを白で編みます。1 2 3 4、そして最初の細編みの頭に引き抜きます。15段目ができました。はい、続いて16段目です。鎖編み1回で立ち上がったら白で2目目まで、白で細編み1個ずつ編みます。で2個目の細編みの最後の引き抜きで糸をチェンジします。根元に細編みをまず1つ、次の目に細編みを1つ、最後の引き抜きで糸をチェンジです。これですね、こっち側こうですね、この糸を持ってきて引き抜く。そして
5目ピンクで細編みを編みます。1 2 3 4 5目目、ここで糸を最後の引き抜きでチェンジです。そしたらここから白で13目編みます。最後の引き抜きで糸をチェンジします。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12次13の最後の引き抜きで糸をチェンジ。ピンクで3目編みます。1 2 3目目の最後の引き抜きで白に戻します。そして残り3目細編みです。1 2 3、そして細編みの頭に引き抜きます。でこの毛糸玉とつながっている方の最後の方のこの模様、これで終わりなので糸をカットします。これは毛糸玉の方です。はい、そしたらこれも今までと同じように軽く結んで固結びします。軽く結んで固結び、そして短めにカット。続いて17段目です。鎖編み1回で立ち上がったら白で4目細編みを編みます。1 2 3 4目目で糸チェンジです。4目目の最後の引き抜きで糸チェンジです。はい、そしたらピンクで3回です。3目目の最後の引き抜きでチェンジします。はい、ここで、白。そしたらまず細編みを3回1つずつ2 3、はい、そしてここでこのピンクの糸もこれだけ残りましたね。おしまいなのでカットしてこの最初の糸と軽く結んで固結びしたらカットします。ここまで来たら次足を編みます。足はこの手と同じです。長々編みを2つの玉編みですね。2回1回これをいっぺんに引き抜く。そしたら減らし目を6回します。
2回、3回、4回、5回、6回。そしたら次の目に、足をもう一回編みます。2回引っ掛けて持ってきて、左側2本、もう一回左側2本で引き抜く。そしたら残りの2目1つずつ細編みです。そして引き抜きます。続いて18段目です。鎖編み1回で立ち上がったら、根元から減らし目をします。そしたら次の目に細編みを1回、そして次と次で減らし目です。そしたらここで、尻尾を編みます。鎖編みを4回編みます。1、2、3、4。そしたらかぎ針から数えて2目めの裏山に引き抜きます。次と次でも、引き抜きます。3回引き抜く感じですね。よいしょ。はい。そしたらまたこっちに戻ります。次の目に細編みを1回、そしたら減らし目1、これを4回繰り返します。減らし目1、2回目減らし目1、3回目減らし目1、4回目減らし目1。そしたら最後の2目、ここも減らし目をします。そして最初の細編みの頭に引き抜きます。で次19段目になんですけれども、このまだスペースが広いうちに綿をある程度入れちゃいたいと思います。顔を整えながら顔の部分に入れたら胴体を入れていきます。でちょっとまだ半分ぐらいの段階でかぎ針を戻します。で最後の段、19段目を編んでいきます。鎖編み1回で立ち上がったら減らし目を6回
編みます。減らし目、そしてここは、尻尾をまたいで減らし目をしますね。6回編んだら最後1目残りますので、ここは細編みを1回編みます。そしたら最後の引き抜きの前に綿を、残りの綿を入れちゃいたいと思います。そしたら最初の細編みの頭に引き抜いて、糸を適当なところでカットして引っ張ります。はい、そしたらとじ針でこの穴を閉じていきます。1目ずつすくって絞ります。そしたらギュッと絞ったら、糸をほどけないように編み目にくぐらせて止めて、そしたら適当に出して玉留めをします。結び目ができました。そしたら同じところに刺して適当に出して、この結び目を編み目の中に入れちゃいます。そして根元で切って少しもみもみすると中に消えますね。はい、本体ができました。かわいいではお目目をつけていきます。これはセリアで買った手芸用のボンドです。このラインがいいかな。こことここに刺します。薄っ、ちょうどここ3目入れているところなので穴がちょっと目立ちますね。で、真ん中2つ開けて目玉を、お目目を入れていきます。こうですね。あ、かわいい。では刺して、はい、ボンド入りました。で、一旦刺してもう一回ブス、ボンドを入れたら二度塗りします。この土台を作って、で、もう一回
ボンドを入れたら一回刺します。こっちもボンドを入れて、刺し目がこの編み地に対して垂直にスッと入るように、ちょっと斜めになっちゃうと浮いちゃうので気をつけて、で裏側、編み地の裏側からとじ針とかでこうやって押してあげるとぴったりくっつきます。はい、よし、これで乾けば完成です。赤いリボンをつけたり、赤白のね、あとは赤い座布団に座らせてあげたりすると可愛いです。立つかな。ギュッてギュッて押すとお尻の部分が平らになるので立ちますね。こんな感じです。できたー、かわいい。ぜひ、来年の干支さん、牛をぜひ編んでみてください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。